はい、それでは本続きをやっていきましょう。はい、スーパー EFI ってのを取り付けたのはいいけど使い方が分かんないな。とりあえずいろいろといじくってみるか。また飲めばだ。どれどれ。スーパー EFI のセッティング方法。スーパー EFI には ABC のスライドがあり、それぞれに0から9までの数字がついている。A のスイッチは100の位、B は10の位、C は1の位を表す。つまり000から999までの1000通りの組み合わせができる。その中で自分好みのものを探し出せば良いのだが、0の場合はマックスパワーが一番大きいものが最も適している。セッティングはクロマミルで行い、スライドスイッチを合わせた後、必ず A ボタンを押し決定しなくてはならない。A ボタンを押し忘れるとセッティングは行われない。スーパー EFI は初めに000は取り合わせてある。000はスーパー EFI を取り付けてない時と同じである。誰がこんなメモは。ありがたいけど気になるな。とりあえずこのメモは取っておくか。後でまた読むこともあるだろう。で、今の EFI のセッティングっていうのがこのパターンです。この EFI を選ぶと GTO スインターボ、今この000の状態が とりあえず今6の位、5にするとここが一番高くなって、まあ基本的にこの数字の一番でかいやつっていうのがいいわけです。やり方がこれで合ってるかどうかは知らないけどね。とりあえず今531に合わせると GT0 が GTO が一番でかいやつです。じゃあちょっとアイス練習、アイスコースを走りに行くか。レース前にマシンのセッティングだ。あまり時間がないから急がなきゃな。で、またこれが気温が下がったことによりこの531じゃダメだっていうパターンです。で、ハイパー、インター、スタット、まあ基本的にここのレースは今タイヤがキュ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 ってなった時には滑っているってことですんで、その時がだいたいギアチェンジのタイミングです。なんかスーパー EFI ってよくわかんないな。パワーは上がってるみたいだけど、アイスコースじゃ今始めた。私もうちょっとセッティングし直してみるか。な、またメモだ。誰だ一体。スーパー EFI のセッティング方法に、スーパー EFI のセッティングはその時の気温に左右される。つまりアイスコース等の極度に気温の低いコースではセッティングは大幅に異なってくる。通常上のラインでのセッティングは気温25度の時を想定してあるため、気温が低い時はそれに合わせて調整をやり直す必要がある。基本的に、気温が1度下がるとスーパー EFI の調整が10下がったのと同じになってしまうので、
その分を再設調整しなくてはならない。通常の時に450で最もいいセッティングが出た場合、気温が20度の時に同じパワーを得るためには5度下がった分の50を加え500に調整しなくてはならない。気温が10度の時は気温通常より15度低いので150を加えて600に、5度の時には650に合わせることになる。 EFI の通知が999を超える場合、ベストのセッティングは探し直さなければならない。その後することによりアイスコースでも他のコースと同様のパワーを得ることができる。そうか、だからアイスコースを走るとなんか違う感じがしたのか。でも気温でそんなに変わるとはな。温度計買っとかなきゃ。まあ、正直あれあんま意味がないです。温度計は。でも一体誰がこんな目を。あ、ドアの隙間なんか挟まってる。どうした、どっかで見たよ。あ、これ、練馬元のガンさんがいつも被ってる帽子だ。そっか、ガンさんか。でもガンさんって結構女っぽい字書くんだな。とりあえず、帽子を返しに行くか。うわ、あげるのか、久しぶりじゃない。ガンさん、これ。うわ、帽子の帽子じゃないか、探しとったの。じゃあ、どこにやった。ガンさんがメモを入れといてくれたんだね。はい、メモ、なるほどじゃ。いいんだよ、とぼけなくったって。サンキュー、また来るよ。ガンさん、ありがとう。はい、赤澤です。よ、俺だ、大輔だよ。おお、大輔か、どうした。アイスコース開催が来週に決まったぞ。来週か、ずいぶん急だな。ああ、やっと全ての準備が整ったんでな。結構みんな早いぞ。お前もうかうかしてられないんじゃないのか。俺は大丈夫だよ。なんだってスーパー EFI がついてるからな。なんだそれ。ひ、み、ちょ。気持ち悪いな。まあいいや、とにかくお前も頑張れよ。任しとけ。じゃあな。あ、電話サンキュー。で、今これもまたスーパー EFI が。ちなみに温度計は赤いんじゃなくて、実はパチンコの景品になります。つまり勝たなきゃならない。まあ正直あのゲットしなくたって、その当時やってきゃいいだけ。レースに出場するか。よし、早速電話だ。レースの申し込みしたいんだけど。ついにアイスコースも開催されたな。これで優勝すれば俺もハレツチャンプに挑戦できるってわけだ。よし、頑張るぞ。いきなりいたら燃やしてくれ。あのトイレとか。ああ、そきつき包んだって。なんだ、てめえら何やってんだ。うん、なあ、せめ正義の味方のつもり。ごめんね。てめえら力づけな女の子を物にしようと、どんでもねえやろうな。二度とこんなことしてみやがれ。このね、ゼロ4連鎖の鏡、赤田様が容赦しねえぞ。ったく、てめえらみたいな奴がいるからレースやってる奴には不要が多いなんて言われんなよ。まあ、そんなこと言ってんだね。お前らゼロ4やってる奴らの方が俺たちだとよっぽど汚いことやってるじゃねえか。何、どういうことだ。とぼけてんね。てめえらがフロアで金かけてとぼけやってんの知らねえと思ってんのか。だといい加減なこと言ってんじゃねえぞ。嘘だと思うんならその女に聞いてみろ。大丈夫か。あの、あいつらが言ったとことだけど。へぇ、かわいい子だってね。それにしてもなんだろう、賭博って。レース前にはマシンテッティングだ。あまり時間がないから急がないとな。73.8。80が出る。
今現在で一番いいのはこの 81.4 かな。これだな。じゃあ行きますか。やり方としてはさっきの大体掴んだとにかく3速スタートで行って、タイヤがキュルキュル回り出すのが早すぎるぞ。ちょっと2速からやってみるか。よし、この調子だ。このタイミングでどうやら間違いないみたいだな。スピードは上がっているが、どうしても最初のスピードがうまいこと言ってないな。やっぱよかったのか悪かったのか。よし、久々に第3次に行ってみましょうか。第3次、こんにちは。ここの賞金で一つの、最後の中ナーをやって、で今このボーナスの4回をクリアして5回へ行こう。実はここをクリアするとここまでショートカットできるようになります。ヘビメタ土コロ。
間違えたな。黒いやつを攻撃するつもりだ。攻撃力の無駄に結構くみ泣かされます。50も食らったり、50だけでとどまったり、100食らったりと、この攻撃の無駄はどうにかならんもんかな。ほんとちなみに今主人公が術を使えるようになったんですけれども、今回復全然そんなに強い回復じゃなかったんですけれども、あれあやの浩二がやると一気に回復します。これがもともとのステータスというか回復力の差。多分予力法力その関係性によるものだと思いますが、主人公が主人公にかけると大体100ぐらい、綾野浩二が主人公にやると200は軽く越します。奇跡の薬。なぜか主人公たちに当たっていないのにダメージを受ける綾野浩二。だったら同じ術で仕返しだ。ちなみにこれなぜかわざとは無縁な主人公たちの方が、でもそう大したからなんか回復量は綾野浩二が技を使った時で随分と変わりますけれども、攻撃系の技ではあまり変わらないように思います。結構薬系は重宝します。
風水の衣。まあ風水の衣はその名の通り綾小路への装備ができます。まあ風水っていうとやっぱ魔法系、まあ本来のオカルト的な感じなんですけれども、まあちょっとした特殊な力ということで、やっぱり特殊な力を使う系統の人は装備ができます。3連続で攻撃できんの？こっちとしてありがたいけどこのシステムが未だによく分かってない。黒バニー、黒バニー、黒バニー、こいつは早いとこ置くことしかないと技攻撃がきついからな。11万4800、でかいな。今エバッチが休みました。少なくともこういうこいつのヒットポイントは211以上あるってことは分かったな。237、やっち、待ってくれ。私は戦いたくない。ありがとう。私は体内でハマの火薬を作り出すことができる。これをあげよう。その爆弾は魔法で作られた壁や岩を破壊することができる。
結構この爆弾は重宝します。防御の術ありにちょっとわからない。なんで防御の術使って攻撃力が倍になんねん。本当にこの攻撃力の村っていやーひでえわ。腹立つはひでえわ。300。なんで三連続で攻撃してくんの。ほんとこっちも三連続で攻撃させてもらったんだから、そりゃ来るわな。もう一回くらい。こいつの名前付きの名前付きというかセリフ付きの攻撃が結構厄介だけれども、じゃあそのスピードアップしたのを一気に落とさせてもらいましょう。you
ここは扉とか。あ、そっか。扉破壊してそこから戻るための場所か。攻撃力の無駄にも泣かされるわ。うん、ダメージどころか攻撃すらさせてもらえないのに回復してどうすんだよ。こっちが一発も攻撃できずに相手の2回とか3回、もう3回食らったらもう気が滅入る。こっちに行ってなかった。
せめて主人公へ。そしたら回避の子が一人に住むけれどもでかい。奇跡の薬をよこうとしてくれんなこいつ。よし、これで黄色になった。で、また爆弾取りにもらう行くとえらい時間がかかりますんで。もうこいつら倒したところで、6000グラスがギルもらえないんで逃げますと思ったら逃がしてもくれね。サンキュー。ああそうだ、今日変なやつがあったよ。いやーそれがいいやつなんだよ。爆弾なんかくれちゃってさ。何一人で喋ったんだよ。はあ、そうなもんかね。じゃあちょっと久々に草レースへ行きたいと思います。まあ草レースはドライなんで間違えた。スリックタイヤで、こちらのスーパー EFI もこんなところだろ。
まあこれで最高のチューニングのやつを選んで、二足スタートか。じゃあこっちの方行きますか。32の赤座揚げ玉です。レース前の足セッティングだ。で完全にドライの方にしてるから、ハイパできる限りギアチェンジをしない方向ということで、3スタートでいくか。走り方がやっぱ違うな走り方、いや合ってはいるんだけれども、やっぱギアチェンジのタイミングだな。さあこの調子だ。スピードは上がってるってことはやり方間違ってない。16秒台かな、今のところの最高は。さあこの調子。まあ今のところ3速でキルキルで4速という形をいくしかないか。15秒台。とにかくキルキルを少しも抑えれば良さげだ。Yeah.
もう少しでもなったらダメだ。15秒で0の勝ちと15秒972、なんとか決勝までは来れたけど。よし、次は優勝だ。気合入れていくぜ。出番かい？3時間後。あ、そりゃまだ随分かかんだな。ま、仕方ない、決勝までゆっくり休もうとするか。あと3時間もあるのか。ボケとしててもしょうがない。車でも見てくるか。あ、誰かいるぞ。貴様何やってんだ。こと、お前、なんとか言ったらどうだ。すみません、あかたあた、どうか今日のレース何も言わずに決勝で負けてください。おい、それどういうことだ。この上に八百長はないって言うのか。まこと、訳を説明しろ。お願いします、あかたあた、負けてください。お願いします。まこと、お前、俺は負けるわけはいかない。深澤さん、マコト、お前以前俺を尊敬してるって言ったよな。はい。もし俺が今日の練習決勝で訳も聞かずにお前の言いなりになって負けたとする、今日のためにチューンと練習を重ね全力で向かってくる対戦相手との勝負で八百長やって負けるんだ。お前はそんな男と尊敬できるのか。お前は俺がそんな男だと思ってるのか。そうじゃありません。でも、なるけど俺はそんな男じゃない。いいんだ。わけは話せば、八百長やるのは嫌だけど、お前のためなら一肌脱ぐぜ。赤澤さん、妹が誘拐されたんです。なんだって。今日のレースで赤澤さんが負けないと妹を日の目に合わせるって。どう、それはどういうことだ。順を追って説明しろ。妹と二人で住んでるんです。妹はいつも10時前には帰ってくるんですけど、昨日は12時近くになっても帰ってこなかったんです。あんまりお世話に心配してたら男がやってきて、お前の妹を誘拐したって言って妹のカバン持ってきたんです。返してほしかったら今日のレースで赤澤さんが負けるように仕込めって。どういうことだ。僕には何が何だかさっぱり。赤澤さん、お願いします。決勝で負けてください。全然もう浮かないやつなんです。言う通りにしなかったら妹はひどい目に遭わされてしまう。その男に見覚えはないのか。ありません。ただ頬に10センチくらいの傷がある恐ろしい目をしたやつでした。お願いします、赤澤さん。分かった、安心しろ。わしは負けてくれるんですね。最悪の場合な。というと決勝まであと2時間ある。2時間半ある。その間わらがきしてやるぜ。素直に奴の言うこと聞いた方が。俺が決勝で負けたら絶対にの妹が帰ってくるって保証はあるのか。あいつはそう言ってました。赤澤さんが負けたら妹の無事を約束するって。誘拐するような役っていうことを信じるのか。それは、ま、俺に任せとけ。悪いようにはしない。メイクさん、俺あげらま。そうなんだけど、ちょっと困ったことになってな。実は俺の知らん妹が誘拐されたんだ。俺が今日のレースで負けることになった。どうよもこうよも、俺がレースで負けたら妹を無事に返すって言ってるらしいんだ。いや、見当もつかない。ただ分かってるのは、頬に10センチくらいの傷がある恐ろしい目をしたやつってことだけなんだ。お姉子さん、あ、じゃあ誠に代わるよ。誘拐されたこの兄貴なんだ。お姉は変わりました。はい、そうです。身長はかなり高かったと思います。180センチくらいあったみたいです。痩せ型でスーツ姿でした。黒っぽい。あ、そう、ネクタイしてません。指輪ですか？ちょっとわかりません。はい、そうです。わかりました。じゃあ変わります。赤澤さん、変わってくれって。もしもし、レオコさん、時間がないな。
あと2時間半で決勝が始まっちまう。調査だって特徴聞いただけで一体どうやって俺たちはどうしたらいい。わかった、うまくいくように祈ってる。深澤さん元気出せよ。誠、あのレイグさんって人はなすごい人なんだぜ、安心しろって。はい、もし決勝のレースの時間までに妹さんが見つからないときは負けてやるからさ。深澤さんありがとうございます。今俺たちにできることは待つことだけだ。とりあえずピットに戻ってよ。そろそろ決勝の時間だな。間に合わなかったか。はい、赤澤です。というと、やった！お前誠やったぞ！妹さん無事だったぞ！本当ですか？レイコさん、間一髪だったよ。妹さんそこにいるんだ。ああ、誠、ほら！もしもし、さあどこか。そうか。よかった。よかった。赤澤さん、ありがとうございます。なんで俺を言っていた？いいってことや。でもレイコさん、こんな短時間に一体どうやって？任しとけ。でもこれで負けちゃったら面白いんだけどね。まあやり方は今までと同じく。スタート。アクセルを離しゼロになったらアクセル。あとはスピードダッシュ。だあダメだ、15秒911、結局は負けちゃった。負けた。あー、よかったのか悪かったのか。惜しい。767770。ダメか、863も。結局は負けました。あー、面白かった。全員の努力を無にする男。やっぱりあの600万のやつは、600万じゃねえ、800万は必要だ。600万だったらもうできるっちゅうね。もうこの車じゃダメってことか。7秒9。ジャンプじゃねえだろうな、対戦相手。とりあえずここまでにしておきたいと思います。どうやら今の分ではちょっとすぐに勝つことは無理なようだ。では失礼します。